はい、今日はねこんな感じでね、スマートフォンで遠隔で操作しながらですね、録画ボタンを押しました。で今日は XT1 でね撮ってみようかなと思ってね撮ってます。で内蔵マイクで撮ってますので、かなりのねノイズが出てるし、ちょっとねあの金魚凍ってるんで、それのこう水の音がもしかしたら入ってるかもしれません。でレンズがね、ディスタゴンの 25mmF2.8 っていうレンズですね、コンタックスヤシカのヤシカって言っていいか、コンタックスのレンズをそのままね使ってます。で最近はねあの野鳥撮影のためのレンズやカメラの組み合わせでですね V3 や D3S やっていうのをねやってました。でやっぱりね V3 であのトリミング耐性が高いからこうねちゃんと改造してくれるから拡大もできるんですけど、やっぱりね途中でちょっと話したようにのっぺり感っていうのがねやっぱりあるんですよ。それはやっぱセンサーの大きさなんかなと思うんですけどね。であれからですねあの飛び込みをしてたカワセミ君がねあんまり出てこなくなってですね、まあそれはもう離れてですね、最近はあの D3S2300 をつけて手持ちでやぶこぎしてます。森の中とかねあの林の中に入っていって、でじーっと待ってくるやつを狙って撮ってるようなねそういうやり方をしてます。でまあ違うところでカワセミも発見してですね、まあ光と距離っていうのをね今年はテーマにしてますので、まあ一応それを気にしながらあの光が当たるところのカワセミを狙ってっていったらですねいい写真が撮れたんですよ。でいい写真っていうのがですね私が感じるいい写真でですね、皆さんが見てどう思うか分からへんけど、ちょっと嬉しくてですねツイッターとかインスタグラムの方にも上げたんですけど、でちゃんと光が入ってねこれだけ距離が縮めれればこんだけ立体感のあるねあの写真が撮れんねんなということにびっくりしましたね。まあここまで綺麗く撮れたのは初めてやったかな。で距離が縮めれたのも他もあったんですよ。 600mm 使ってる時も、ね、結構近く寄れて撮れたことがあったんですけど、それでもね光がこんだけ入ってるの私初めてやったんですよ。こんだけちゃうねんなと思ってね。で要は光が入ってたらそのまあ言うたら影ができますよね。その羽にも影ができるっていうのかな。そこでこう立体感がぐわっと出てくるんですけど、やっぱこれはまあその距離でね、V3 でも撮ってないかなんとも言いませんけど、さすがのフルサイズなんかなっていうね感じがしました。でこれでちょっと味を締めてですね、やっぱりこういう距離でこういう光があればこんだけの写真が撮れるっていうのが分かったので、まあこういうやり方でちょっとやってみようかなと思って、最近ずっとやぶこきばっかりしてるんですよ。要は至近距離に寄ったろうと思ってですね息を潜めてるんですよね。でそういう撮り方を最近はしてます。でまあそういうわけにもいかないから光がね入らなかったりとかもいろいろあるんですけど、そこはねこの前言ってたそのライトルームですよ。あれでこう暗かったら持ち上げたりしてちょっと助けてもらってですねそれっぽい写真ね仕上げてます。で前ですねそのライトルームのアンケートありましたね。あれの結果なんですけど、まあ見た人は分かると思うんですけど、ライトルームを使ってますかが一番、ライトルームを使ってますよね。編集ソフト何を使ってますかって。で、1番はライトルーム。で、2番はそれ以外。で、3番は使ってませんっていうアンケートだったんですよ。で、一応1番のライトルームが一番多かったんですけど、それでもね、その次の別の編集ソフトっていうのとあんまり変わらなかったんですよ。で、1番が 48% だった。2番が 35% ぐらいだったかな。3番の何も使ってませんっていうのが結構多かったね。15% あったんですよ。でこういう感じで私の動画を見てる人っていうのはですね少なからず写真に興味があるレベルじゃなくてですね自分で多分撮ってる人やと思うんですよ。そういう人が多いと思うんですよね。でその中でもこの1割5分の人が使ってないっていうので考えるとですね、まあその辺、こういう感じで趣味で使ってなくてもちょっと使ってる人ぐらいだったらおそらく使ってないね、ライトルームも使ってなくて編集ソフトも使ってない人が多いと思うので、やっぱりこう特殊な部類なんよなというのはねなんとなく分かりました。まあそういうね難しい編集ソフトですね私も使い始めてですね、まあ、恩恵を受けております。そのどうでもよかった写真というかね、どないしょうもなかった写真が生きてくる写真にね変わっていくんですよ。でもちろんねコンテストとか出したりとかそういうところにね出すことも私はないですから、私は自分で見て楽しむかみんなに撮れましたよって報告する程度ですのでいいかなと思ってね使ってます。でまあもともとないものを引き上げてくることはできないので、例えば白飛びしてしまってるとか黒つぶれしてしまってるやつは多分起きてこないのでね。でそう考えるとやっぱりこうフルサイズのまあ、レンジが広いカメラを使うとこう死んでたやつもぐーっと起き上がってくるっ
ていうのがね、やっぱありがたいなと思いますね。で、それがあれば、まあ、安心してですね、まあ何でもいいから取って後で何とかなるだろうっていうのはね、とりあえずやめといて、最大限現場でやってみて、まあ私は下手くそですからね、露出とかなかなか合わすも大変なんですよ。光がね、照ってるところで鳥を狙って撮るとこう黒くなったり白くなったりするんですよね。で、露出を合わせるためにこうね、速攻ポイントを変えたりするんですけど、それでもね、やっぱりこうシチュエーションによってコロコロ変わるので、早いことで追っかけてるとなかなか難しいですよね。まあそう考えると、やっぱライトルームっていうのはちょっとありがたいなと思いながらね、使ってます。そういう感じで今日もね、野鳥撮影に行っておりました。で、帰ってきたらですね、レンズが届いてまして、これはね、ニコンの DF に、まあ、ちょっと余談ですけど、私これカバー作ったんですよね。これは市販じゃなくて作りました。このね、これアップで見せるとね、ものすごい汚いから、あんまりちょっとお見せするの嫌なんやけど、調子乗ってこれで作ってみました。こうちょっと濡らして肩をつけたりとかですね。で、こういう風にちょっとステッチを変えてみたりとかですね、見えますかね。こういう感じで変えてみたりして、作りました。いいかなと思って。いや、ほんでね、今日来たレンズなんですよ。これ PC ニコールっていうね、これシフトレンズっていうんですか。なんかこうね、レンズがこう あっちやとこっちやとこう動くんですよ。で、これをね、買ってみたジャンクで拾ってきたんですけど、来たらね、ヘリコイドが止まってましたというかね、完全に動かなくなってました。こんなレンズ初めてだったんですけど、もう直しましたけどね、ヘリコイドに、まあ、グリスアップしても硬いとかじゃなくてね、ほんまに回らんかったんですよ。分解して直しました。で、レンズはね、そこまで汚くなかったので、ちょっとまあ拭いた程度で、このレンズのね、分解方法はね、たまたまインターネットで出てましたので、それを参考にさせてもらってね、やりました。で、結構簡単やったんですよ、ヘリコイドまでもね。で、この前のこの、なんていうかね、これね、プリセット絞りになってるんで、この辺のやつを分解するとややこしそうなんで、やらないですけどね。うん、この辺はまたおいおいですね。どうしてもせなあかんことができてきたらやろうかなと思うんですけど、プリセット仕様になってますので、ちょっとややこしそうやなと思ってね、バネ入ってるから。で、そのまあシフトレンズ、まあ、シフトさせるんですよね。レンズの位置をこう変えて、こう煽り撮影っていうのかな、全然分かってないですけどね。要はこの歪んでる被写体を、こうですね、建物がこういう建造物を撮る、建物を撮るときにこうね、下から煽ったらこう歪みますよね。歪んでるやつをこうレンズを上げて位置を変えて修正するみたいな、そういうレンズらしいですね。で、これからこれを使って、まあこれでも三脚ですよね、三脚撮影基本になってくるので、これを使ってガンガンいきますよ、ちょっとおかしいから、いっぺん使ってみたいなと思います。で、使ってみてどんな風になるんかっていうのをね、試したいなと思いますので、またそれをね、動画で作ろうかなと思ってますので、やってみたいなと。次回もね、このレンズを紹介してみたいなと思います。それでは、バイバイ。